こんにちは、万能です。はい、今月も来ました、お弁当企画です。イエーイ、怖い。はい、カメラどこどこどこ、1カメ2カメ、ここここ、1カメしかないです。1カメで、はい。ちょっと前回ね、2秒くらいご出演いただいていた、はいはい、弁当次長の日田さんです。はい、はい、よろしくお願いします。弁当次長です。弁当次長です。日田さんはですね、経理部の、いろいろ経理の仕事をしていただいていて、まあ、私とかであれば出張行ってきたら経費の精算してもらったりとか、いろいろ得意先への入金とかもねしてもらったりとか、いろいろそういうことをやっていただいてます。はい、ます、そうです。ます、そうです。はい、はい、はい。はい、じゃあ早速ですけど、弁当の紹介に入りますか。はい、はい、お願いします。はい、今回はこちら赤坂の、熊川っていう、お弁当屋さんですね。もうなんか字がすんごい達筆で、これ写ってる、大丈夫、このもう川っていう字がもうちょっとこう斜めにこう、これ川川川、3文字だと熊川川ってなって、これが川なんだ。もう川、これが川なんです、ね、これが川なんです、ね、これ川なんです。赤坂にある料亭で、創業50年ぐらいのもう結構古いところで、国会議事堂の本当に目と鼻の先にあるので、はいはい、なので政治家の人とかも結構よく来るみたいで、なんか店内には安倍元総理とか橋本龍太郎元総理のなんか色紙が飾ってあったりするぐらい、まあ、なんかそういったこう老舗の料亭なんですけど、まあ、そこがお弁当もやってるということで今回これをチョイスしました。はい、内容は何でしょう。内容はですね、厳選すき焼きと酒とイクラの親子飯です。ですもうすき焼きもあり鮭もありイクラもありと、もう何でもありの感じで、まあ、なんか豪華なバックナウチって感じですかね。じゃあ早速開けていきましょうか。そうですね、箱がめちゃめちゃかっこいいので、かっこいい高級そうな感じ、ね、このお手元っていう字もかっこいいので、お手元、お手元の字すらかっこいい。これは熊川さんが作ったんですね。ちょっと外注かもしれない。じゃあ、はい、オープン、はい、うわすごい、めっちゃ豪華、葉っぱなんぞこれ、すごい、めっちゃ美味しそう、やばい。なんかこういうパターン初めてですね、お弁当企画始まって以来。でもカレーも結構なんか珍しい感じだったけど、ね、今回も、うん、私あれハマっちゃって、オーベルジーヌドハマりして、この間出張大阪行ってきたんですけど、はいはい、朝からオーベルジーヌ買って。あるんだ。ありますよ、東京駅に、ね、最近できたんですよ、駅弁屋さんのなんかブースみたいなところ、じゃあ今日も熊川にハマってもらって、はい、また出張の時にね、熊川とオーベルジーヌを交互で交互でしてもらって、そうですね、はいはいはい、じゃあいただきますか。いただきますか。はい、はい、じゃあいつもちょっといただきますの挨拶をしてるんですけど、はいはい、一緒によろしいでしょうか。はい、せーの、いただきます。マンモス、マンモス。結構黙々と食べる派なんだけど大丈夫。あ、私が質問するんで大丈夫。じゃあ大丈夫。私喋ってると本当に食べられなくて食べるの遅いので、ね、この葉っぱがねすごい、これ葉っぱすごいよね、これ何でできてるんだろう。なんだこれ、なんぞ、なんぞ、何の葉っぱ食べれるのかな。いやこれは食べれないっしょ。あ、うん、すき焼き美味しい。日田さんは今おいくつですか。今年46だ。あ、そうなんですね。うん、なんかなのでまだ45だ。年齢不詳だったので。そうそう、そう、よくよくよく。あ、45歳。なるほど。45歳。はい。ご出身はどちらでしょう。ご出身はそんなことある。出身は鹿児島です。そうなんですか。鹿児島です。九州男児じゃないですか。九州男児。ちなみにこの熊川っていうのは鹿児島じゃないんだけど、鹿児島の隣の、はいはい、熊本を流れてる一番大きい川なんですよ。へえ。なんでそれがお店の名前になってるのかちょっと分かんないんだけど、もしかしたらまあコックさんか創業者がそっち出身なのか分かんないですけど。そうなんですね、うん、でも鹿児島ではない。鹿児島ではない。ちょっと惜しい。ニアピンだけどなんかちょっと違う。なるほど、うん、なるほど。皆さんはね、
アニメ結構好きな感じなんですか？なんか日田さんガンダムが突っ込むな私もアニメ結構好きな方なんですけど、あの日田さんと好みが合うかなっていうのを聞きたくて、いろいろあるからねアニメもね、うん、日田さんはガンダム好きですもんね。まあそうね、それはそうです。他には何かあるんですか？最近はあんまり見なくなったな、確かに。でもあ、そうですか。うん、最近見たのって本当に鬼滅とかあのくらいじゃないかな。なんか見てる？私はもうめっちゃ見てます。もうやばい。そうなんだ。よくぞ聞いてくださいましたって感じだったんですけど、最近遅ればせながらハンターハンターを見ています。アニメの、はい、昔テレビでやってたやつ。あ、そうです、そうです。めっちゃ遅ればせながらなんですけど、ハンターハンターを見ていて、もうハマりすぎてやばいです。漫画は？漫画はハンターハンター読んでなくて。あ、読んでないんだ。アニメ、あのアニメから入りました。アニメから行くんだ。アニメってどこまでアニメ化されてるんだろう。多分キメラアント編、うん、キメラアント編が終わったところらしいですかね。へえ。今原作でやってるのがそのキメラアント編が終わった次の暗黒大陸編がまだ途中なので。何大陸ですか？暗黒大陸。暗黒大陸？もう見たいわ、そのネーミングがちょっと見たいですよね。今までこうあの出てた世界の外側の世界の、へ、あの世界のなんか世界地図あんまり大丈夫です、まあまあまあね、はい。皆さんの一番のおすすめの漫画なんですか？漫画か、ジョジョとかかな。あ、意外、結構意外でした、うん、あ、そう。私見たことないんですよ。あの人が描いてるアニメ見たことなくて、漫画とか見たことなくて、すごい特徴的な絵描きます。そうね、そうね。あれもでもアニメ化されてるから。あ、そうですよね。6部までか、6部までアニメ化されてるから。で、結構長いですか？でもテンポよく見れると思うな。あれ、ジョジョって完結してるんですか？してない、してない。あ、してないんですね、うん、まだ連載中？そう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 、ある程度のところでなんかその1部2部って区切られてて、で、部ごとにこう主人公が変わっていく感じなんだけど、え、そういう感じなんですね。ジョジョはね、アニメもすごい出来いいしね、音楽もかっこいいから、おすすめです。音楽はすごく印象があります、ジョジョは。あと古いけど、アキラとかかな。アキラ、何ですか？アキラ、アキラ、そう、アキラっていう漫画があって。え、知らない。1982年から90年にかけての漫画、ニャンマガだったんですね。そう、なんかでっかい電話帳みたいなコミックでね。へえ。コミックは6巻までで完結してて、で、あとちょっと その原作とはなんか展開が違うんだけど、映画になってる。第三次世界大戦で東京が壊滅した後のお話。戦争系ですか？いや、もう終わってる、終わってる、終わってる。あ、終わった後、終わって廃墟になった東京で、はい、なんかこう超能力を持った人たちもいて、あ、そういう系ですか？まあ、うん、まあ、え、超能力とか面白そう。うん、なんかファンタジー要素がある漫画が、アニメが好きなんですよ。うん、不良系ではないよ、ちなみに。不良系ではない。え、それは印象で言ってますか？ん、不良系に見えるっていう話ですか？ああ、違う、その漫画が不良系じゃないよ。いや、安藤さんのほうが言ってるわけじゃない。安藤さんがヤンキー系だとは言ってない。私結構真面目に生きてきたんで。うん、そう見えるよ。本当ですか？なんかしっかりしてる感じに見える。ありがとうございます。弁当の話せず一生漫画アニメの話してますけど大丈夫ですかね。ほんで志村さんは食べるのに必死で、私たちのトーク全然多分聞いてない。日田さんは CB ジャパンに入って何年くらいですか？13年ですね。長いですね。いや、年齢不詳だったのでいつ入ったのか全然想像もつかなくて。年齢が上がってもいつ入ったかわからない。確かにそうですね。来週みんな作業だよね、月曜日。あ、そうですね。結構最近は作業も多めで。ちょっとネタバレになっちゃうけど、来週のお弁当ちょっとすき焼き系で、若干すき焼きかぶってかぶってる、ね、その時カメラ回します。渋谷さんも行くの？おう、じゃあ来週も、じゃあちょっと気合い入れてジャージ着ていきますわ。
撮影用のかっこいいジャージでいきます。汚さないように頑張ってやる。あの 金色のやつ、黒と金、なんか竜とかここ書いてある。さっき私のことヤンキーじゃないって言いましたよね。言った忘れてた。まあでもすき焼きはね、はい、何回食べても美味しいから、ね、ああもうそれはもう贅沢飯ですね。いくら食べても来月のお弁当のネタまた考えないとですね。そうなんだよ。大体どのくらいに決めるんですか？一月前ぐらいかな。じゃあ今日終わったらまたやんないと、うん、まあ、またそう割とすぐ、うん、そう、今回のフィードバックを受けてその反省を生かしつつ次を決める。フィードバックやっぱりほらいろいろあるから、お声がね、お声があるんで。お声あるんですか？お声あるよ、うん、むしろダメ脱出とか結構、本当ですか？結構辛辣なのが、お米はあんまりない。本当ですか？まあまあ、めっちゃ毎回めっちゃ美味しいですよ、うん、あのいいお弁当。まあ満足しちゃったら終わっちゃうからね。ああそうでした。まあいいんだけど、満足しちゃったら終わっちゃいますね。そうそうそう、CB 社員全員が気に入るまで終わるまべんだから、うん、ちょっと外しながら。戦略的、いや外しながら戦略的もう永久に続けていくから。なかなか難しくてね、でも弁当を選ぶの。んどうした、骨が刺さった。すき焼きの骨が刺さった。すき焼きに骨ないですよね。いや、タケノコが思ったよりでかくて、うん、口がこんなになっちゃったのでちょっと隠しとこうと思ってお上品にやったんですけど、すき焼きの骨って言われちゃった。リスみたいな、なんかいいとこ全部持ってかれた感じでしたよね。すき焼きに骨。おもろいわ。これ真面目に言ってんですか？まあ、真面目には言ってないけど。え、そうですよね。うん、そうですよね。いや、真面目に言ってて、なんか天然なのかなと思ったんです。やばいでしょ。45歳ですき焼きの骨があるとか。あ、そのボトル何ですか？あ、これですね、あのガンダムの水星の魔女をモチーフとしたボトルで、好評発売中なんです。ひださんはガンダムの大ファンで。そうなんです。エヴァンゲリオンのボトルも、そうだね。そうですよね。まあなんかロボット系はって感じ。ロボット系。まあいつかね、ひださんに段ボールで自分で作ったガンダムのコスプレを着て、チャリで会社来てみたっていう動画ちょっと撮ってもらいたいなとは思ってるので、うん、ダンボールならね、いくらでもあるし、はい、ダンボールであの肩パッとめっちゃ作ってもらって。こんなでかくはないけど。じゃあまあね、ちょっとガンダム好きのあの弁当次長でしたということで、お願いします。ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ね、また次回の動画、まあ次小山さんになるか平さんになるかちょっとわかんないんですけど、あのまたね、来月もお弁当の動画ありますので皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、せーの、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。さっきの社員旅行の話ですけど、うん、あのちなみに離島ツアー私も行くので、おお、そうなんだ。じゃあ YouTube の撮影ついてきます。水着だね、じゃあ離島ツアーはもう、まあそうですね、うん、次は着ますけど、うん、前回黄色だったもんね。黄色でした。よく覚えてますね。よく見てますね。なんかこう眩しかったけど。またいじってますよね。